レッドゼッペリンライブの歴史。1972年10月3日、東京日本武道館でのライブでございます。武道館では2日間公演が行われまして、これはその2日目の模様でございます。前年の初来日公演でもリリース前のアルバムからの新曲をセットリストに組み込んでいたゼッペリンですが、この2度目の来日公演でもこの後に発売される予定でありました5枚目のアルバム聖なる館からの新曲を積極的に演奏しております。日本のファンはそのサウンドの変化といいますか、進化していくゼッペリンの姿に少し戸惑っていたようでございます。ロバート・プラントのボーカルに陰りが見えてきたとはいえ、まだまだ往年の輝きを保っておりまして、新曲の丘の向こうに、永遠の歌からレインソングへのメドレーなど、アルバムバージョンに近い声とメロディーで歌われている点は聞きどころの一つでございます。バンドの演奏もアルバムバージョンの枠内で演奏しようと試みており、その後大きく変化するライブアレンジを知っている者にとっては興味深いところでございます。この日はアンコールにオーシャンが演奏されております。この日のライブバージョンはロバート・プラントの声が変わる前の非常に貴重なテイクとなっております。さて余談ですが、この日本公演ではグレコというギターブランドを展開する神田商会がスポンサーになっていたようでございますが、そのグレコのギターをジミー・ペイジ本人に弾かせようというなんとも昇魂たくましいことを考えまして、このグレコですね、実際にジミー・ペイジに手渡して本番で弾かせようとしたと言いますから恐れ入ります。ツアーパンフレットには今夜ジミー・ペイジがグレコのギターを弾くと誇大広告があったのですが、もちろん本家が偽物を弾くわけもなく、そんなのは契約にないとゼペリン側は激怒いたしまして、その広告の文字はマジックで黒く塗られたと言います。その揉め事のために神田商会と主催者は100万円の違約金を払って解決したそうでございます。この日ではありませんが、武道館の初日にロバート・プラントはジミー・ペイジ、ノー・ユース・グレコ、ジミー・ペイジはグレコは使いません、ギブソンを使います、ごめんねグレコさんと、コメントしております。当時の日本にはエンドース契約などの概念はありませんでしたし、そもそもこのようなコピーモデルを大ピラに製造販売していたわけですから、時代を感じさせます。ちなみにジミー・ペイジ本人にグレコのレスポールモデルを手渡したのは日本のジミー・ペイジ、あの鳴茂茂氏だったとのことでございます。ではどうぞ武道館2日目お楽しみくださいませ。どうもどうも、ただいまのお待ちどうさま、今晩武道館いっぱいのロックマン、ご機嫌いいようですね。いよいよ最後のレッドゼッペリン、いよいよ演奏が始まります。お願いがあります。場内でそのタバコを吸ったり、あるいはその先ほどから何回もお願いしておりますように、いろんなその爆竹を鳴らしてみたり、それから演奏中の舞台に向かって物を投げたり、そういったことございませんようによろしくお願いします。ロックマンだったらやっぱりもう最高の本番のレッドゼッペリンの演奏で、もう心行くまで堪能したいし、そういったその投げたりなんかすることは豪快になりますから、よろしくお願いします。さあお待ちどうさま、じゃあご紹介しましょう。ブルー Now Ladies and Gentlemen, This is Led Zeppelin。
演奏会、まだまだお名前欲しいんですけど、昨晩この武道館で座りまして、また今晩も続けてやりまして、大変疲れておりますので、大変申し訳ございませんが、レッド・ツェッペリンの演奏会を終わらせていただきます。帰り側が混雑いたしますから、どうぞごゆっくり、どうぞごゆっくりお帰りのほどお願いします。また、このコーヒープロジョン72、年末12月のクリスマスウィーク、クリスマスウィークにすごいグループがやってきますよ。ぜひご期待のほど。どうも皆さん、ご来場のノックマンありがとうございました。それからまた場内整備、場内警備の皆さん、本当ご苦労様でした。ありがとうございました。レッド・ゼッペリンの真髄はライブにあり。年代別にお届けいたしますので、どうぞ今後もお楽しみくださいませ。ではまた会いましょう。 See you next time!